大会2点目の堂安律、今日くらいは称賛して、ドイツ戦、ごっつぁんの声に、うるせえなと。カタール W 杯、1次リーグ E 組、日本代表2、1スペイン代表、1日、ドーハ。日本が、無敵艦隊、スペインを撃破し、初の2大会連続決勝トーナメント進出を決めた。日本は勝ち点6で E 組1位通過。MF 堂安律は後半開始からピッチに入り、同3分に殊勲の同点弾を決めた。後半は、パーフェクトなスタートだったと思う、と胸を張り、今日くらいは称賛してほしい、と話した。ピッチに立ってわずか3分後の同点弾。ゴールの感触を問われると、逆に、なんであそこでフリーになったのかわからないくらいフリーだった。あそこでフリーにさせると堂安律は危ないので、とにやり、相手が後半ちょっと、ふわっと入った雰囲気はあったので、そこをチャンスと思っていた、と、すぐに得点の匂いを感じ取っていたといい、前からアグレッシブに行って、最初の10分は完璧にゲームを巻き返した。パーフェクトなスタートだったと思う、と振り返った。14年ブラジル大会優勝のドイツ、10年南アフリカ大会優勝のスペインから、それぞれ得点を奪った堂安、もっとすごいキーパーだと思ってました、と笑わせる余裕も見せたが、コスタリカ戦、あまり表情には出さなかったし、言ってないけど、本当に不甲斐ない思いをして。かなりへこんだんで、どうにかして、チームを助けたい気持ちでピッチに入った、という、ドイツ戦、得点しましたけど、ただのごっつぁんだろっていう人もいた。うるせえなって思ってたので、こうして結果で黙らせてよかった。今日くらいは称賛してほしい、と語った。日本が後半に堂安、田中のゴールでスペインに劇的逆転勝ち。トップでグループリーグ突破。次戦はクロアチアと対戦、W 杯。サッカーの FIFA ワールドカップ、W 杯、カタール2022で12月1日、日本時間12月2日、グループ E の最終戦が行われ、日本がスペインに2対1で逆転勝ちを収めグループリーグ突破を決めた。日本が2大会連続でグループリーグを突破するのは初めて。同時刻で行われていたドイツ VS コスタリカ戦ではドイツが 4-2 で勝利を収めたため、グループ E は日本とスペインが決勝リーグ進出となった。日本は前半11分にモラタに頭で合わされ先制を許す。39分以降は板倉滉、谷口彰悟、吉田麻也と日本の3バックがイエローカードをもらうなど、前半は苦しい展開のまま終了。しかし後半開始から長友佑都、久保建英に代わり三笘薫、堂安律を投入すると、日本は一気に流れを手繰り寄せる。後半3分、日本は前田大然、三笘が前線からプレッシャーをかけてボールを奪うと堂安が左足でシュートを決めて同点に追いつく。直後の6分には右サイドの堂安から入れられたクロスを三笘が折り返し田中碧がゴール。三笘の折り返しがラインギリギリで VAR 判定となるが、長い判定の末、割ってないと判定され、2-1で逆転。この段階で日本はトップでグループリーグ突破となる状況に、同時刻で行われた試合でコスタリカが同点に追いつく。16分には前田を下げ浅野拓磨を投入。23分には鎌田大地を下げ冨安健洋を投入。25分に左サイドでパスカットした三笘がそのままドリブルで駆け上がり、中央の浅野にクロスを上げるがゴールは右に外れる。裏ではコスタリカが 2-1 と逆転に成功するも、すぐにドイツが追いつく。この段階では日本とスペインが予選突破の状況に、後半30分からスペインが日本のブロックの外でパスを回しチャンスを探るが日本の守りは強固。後半40分からもスペインの猛攻が続くが、守る日本。この日も好セーブを連発した権田、写真、AP、アフロ。42分には森保はじめ監督は5人目のカード、田中に代わり遠藤光投入。直後にドイツが 3-2 としたことがわかる。44分のアルバのミドルは GK 権田修一が引き、45分のオルモのシュートは権田がキャッチ。アディショナルタイムは7分。この間、ドイツが4点目を挙げたことがわかる。この7分間もスペインがパスを回す場面が続くが、日本はことごとくクロスを跳ね返し、シュートを打たせない。苦し紛れのミドルシュートは枠を外れる。このまま日本がリードを守りきり、2-1で勝利を収め勝ち点6とし、グループトップで決勝トーナメント進出を決めた。森保監督は、選手たちが本当にタフに粘り強く、自信を持って戦ってくれた。
前半、試合を通して苦しい戦いだったが、彼らは必ず自分たちはできるということを信じ続けてチーム一丸となって戦ってくれたのが良かった。前半、選手たちが繋いでくれて、後半の得点につながった。みんなで繋いだ勝利、などと選手たちを称えた。そして、順位的な新たな景色はベスト8だが、世界という舞台で戦っていけることを、選手たちは違った新しい景色を見せてくれていると思う。最後、ベスト8以上の新しい記録をしっかりと掴み取りたい、と目標としたベスト8を超える結果に手応えを見せた。同点ゴールの堂安は、まだ歴史を塗り替えたわけではないが、大きな壁を乗り越えた。一丸となって戦った結果、あそこは俺のコースなんで、あそこでボールを持てば絶対に打ってやると決めていたので思い切り打った。これで一戦目が奇跡ではなくて必然で勝ったと思ってもらえると思う。でもベスト16の壁は乗り越えてないんで、今日は喜んで、明日から切り替えていく。逆転ゴールの田中は、前回負けて、決勝トーナメントに行けないんじゃないかという雰囲気が漂っていたが、僕たちは自分たちを信じていた。たくさんの人たちが応援してくれて、そのおかげでしっかり勝てた。ある程度、ドイツ戦をイメージしながら前半はゼロで進めるのが理想だったが、1失点してしまったのはしようがないのかなと思う。後半、律のゴールからああやってしっかり逆転できたのは力があったからだと思う。今日の試合もそうだし、誰が出ても、素晴らしい選手がたくさんいる。本当に全員の力で勝ち取った決勝トーナメント、ただまだ何も成し遂げていない。次の試合が新たな歴史の始まりだと思うので、そこに向かってしっかり準備したい、などと1回戦となるクロアチア戦に向け、気を引き締めた。冨安健洋、自分たちのことを過小評価せずに戦うステップに進んでいい、大きな自信得て決勝 T へ。W 杯カタール大会1次リーグ E 組日本2の1スペイン、2022年12月2日ハリファ国際競技場。サッカーFIFAワールドカップ W 杯カタール大会1次リーグ E 組の日本代表は2日、スペインと対戦し、2-1で逆転勝利。勝ち点を6に伸ばして、2大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は堂々の1位突破で、決勝トーナメント1回戦は F 組2位通過のクロアチアと6日午前0時に対戦する。DF 冨安健洋、24イコールアーセナルは後半23分から鎌田に代わって出場した。2-1とリードした場面で右サイドに入ってスペインの猛攻を食い止めた、状況的に出るなら右ウィングバックだろうと思っていた。プレミアでやっ